まあね、大阪の日蓮宗 の、ね、うん、あの災害対策部長をしてるもので、はい、いろいろ、こういうことしたい、ああいうことしたいという、ね、要望があるんですけど、ね、例えば慶長ボランティアを仮設住宅を訪れて、はい、できないかとかね、そういうことをよくね聞かれるんですけども、実際そういうニーズっていうのは、ね、あるんでしょうかね。慶長ってなると、はい、多分仮設住宅を一軒一軒訪ねるとなると、はい、ちょっとプライバシーの問題も出てくるの で、 で今支援員さんみたいなので社協さんが、はい、社会福祉の人たちが、はい、審査を回ってたりとかしてるので、うん、今実際やってるかって言ったらそれはやってないんですけど、地域のどっか生活センターとか集会所でちょっとみんなお菓子食べたらお茶飲みながらっていう傾聴の仕方であればニーズはすごくあると思うんですよ。けどね、いきなりってね、わけわからんね。でも一から説明することがずっと続くじゃないですか。ね、もうどんな人かもわからないしね、うん、ね、心許して話せるのかって言ったらね、それもね問題でしょうしね。そうなるとね、1日2日でね、はい、でこういう方でね、前から知ってる方でっていうのあればね、あれですけどもね、それね。そういう形であれば、はい、そうそうね、はい、繋ぐことはできると思うので。ああ、そうなんですか。うん、大丈夫だと。僕、例えば僕がさせてもらいたいっていうのであればあれです。あ、全然、はい、ヒデさん予約で。ヒデさん予約。ヒデさん予約です。こういう、こういうものです。ヒデさんとは。ほらかさないでよかったね。そうなんですね。なかなかね、だからその温度差っていうのはやっぱりね、どうしてもね、あるみたいでね、関西、まあまあ被災地のね、他の地域でね、そういうのが、なんかね、簡単にできるんじゃないかというね、そういうことを、ね、思ってらっしゃる方も中にいらっしゃるんでね、なかなか、ね、そのニーズっていうのはやっぱり聞いてからでないとね、やっぱ難しいもんですよね、そこはね。本当難しいとこですよね。はい、ね、ようなね、そういう慎重な、慎重に、ね、なるべきね。私もこう、自分がやりたいから必ずできるっていう感じなことは少なくなってしまったので、そこをつなげる自分たちのコーディネーター役もニーズを拾わないと、そこはいけない。自分の戒めでもありますよね。どこかでつなげる意味での責任もあるので、時間が経てば経つほど多分その溝的なものとか、外の人の考えも復興で止まっ、もう復興したっていう感覚でいられると思うので。そうなんですね。もうこう、もう進んでるんでしょみたいなね、感じで思われてる方もいらっしゃいますし、栄光ね。だからこの間も入っ、三重から入っていただいたボランティアの皆さんと夜こうみんなでちょっと食事をしながら囲んでた時に出てた話の中で、こう元々つながったボランティアの団体さんが各国いるわけですよね。で、現地に根付いて最初活動してた人たちがだんだんもう時期を通って去っていくのが分かっているの で、 で逆にそのボランティアさんが一回つながったまんまで今どうなのみたいな確認をしなかったっていうか、なんていうんですかね、あい、なん聞くというか、元気とかってそういうのがない分、こっち側から被災地から連絡した時に、いやもう復興したから大丈夫だと思ってたよっていう言葉があったっていうのを聞いた瞬間に、それはじゃあその団体にとってはもう自己満足で完結しちゃってるじゃないですか。なんかすごく寂しいことだなと思って、なんかボランティア、震災が縁だったとしても、人と人のつながりってそこは続いていくもんだと思ってるので、そうですね、そこは続く縁ですからね、ここね、はい、そう。なのでなんか、その言葉を聞いた瞬間すごくショックで、どうしてそうなっちゃったのかなっていうのがあるんですけど、ね、目的じゃなくてね、それはもう一つのね、やっぱりね、あれ、ボランティアのね、その継続としてね、活動として一つであって、ね、これやっぱりどんどんね、絆っていうのを持ってね、こうね、交流していくっていうね、形がね、理想ですからね。